こんにちは、ゲームメイトのケイドラです。本日は情報修正してほしい重心化キャラたちを挙げていこうと思います。先に言っておくと、2017年までに重心化したキャラたち、なので2015と2016に重心化したキャラたちを主に考えております。言い方悪いですけども、ちょっと古い重心化キャラたちを主体に考えていきます。はい、でまず1体目、アグナムト X。 この子は限定キャラですね。一応マインスイーパーイエローアンチウルクバリアで、友情と SS がね、今のところね使いにくいんですよ。で、ステータスもまあそこまで高くない。スピード型にしてはスピードそんな速くないし、何かにつけて微妙なんですよね。なのでまあ友情コンボが、まあ、状況貫通フォーミングにしてくれてもいいし、まあ爆発は全然あっていいですね。で、あと SS がねこれ使いにくいですよねこのランダじゃあ触れるたびに吹っ飛ばす SS なんですけど、もうちょっと威力上げてくれるかなんかしないと、ちょっとね限定キャラには惜しい SS かなと感じております。まず1体目ですね。2体目はゴッドストライクです。まあ飛行ダメを簡単キャラと普通に、まあ、アビリティ性のステータス的にはめちゃくちゃいいんですけど、まあ、何が嫌かっていうと、こちらも友情と SS ですよね友情コンボね、最近8方向レーザー EL とか出てきてるんで、まあそっちにしてあげてもいいんじゃないかな。カウンターキラーがゲージなんで、まあ友情コンボに乗らないので、まあ全然そこでも EL にしてもゲームバランス全然大丈夫かなと思っております。あと SS がね、ちょっとね、これ微妙なんですよね。ランダの威力を上げてくれたら結構いいと思うんですけども、カウンターキラー発動時、闇属性相手に弱点当てても200万ちょいとかしか出ないことあるので、もっとランダの火力を上げてほしいかなと思います。全然ね、ランダ SS は僕評価している方なので、まあ、特に直殴りバイザーとシェイクエストだったら強いのでいいんですけども、ちょっと倍率が低すぎるんで、そこをもうちょっと上げてほしいかなと思います。まあランダした後に自身の攻撃力アップとかでも全然いいんですけども、なんかどっかしらに変化欲しいですね。まあ、ステータスはめちゃくちゃいいな。3体目はワールドです。飛行重力バリア。友情コンボが超強ホーミングと貫通ホーミング8かな。はい、で遅延 SS なんですけど、やっぱり友情っすよね。最近の重心化キャラたちに友情負けしてるんで、汎用性は高いアビリティなんですけども、これはちょっともったいないところです。まあ最近だったらね、調教ホーミング18だっけ、まあ弁財天みたいなやつもいるし、あと調教貫通ホーミングも12とか増えてきてるんで、その辺にちょっと化けてほしいですね。まあ SS も若干物足りない感あるんですけども、さすがに遅延 SS を12ターンで打てるようになったらおかしくなっちゃうので、まあこのままでもいいかな。若干倍率上げてほしいとかあるんですけど、そんな感じです。求めすぎかな4体目はスサノオです。ギミック1個はかわいそうです。さすがにかわいそうで、 SS 友情まあ別に両方とも悪くはないんですけど、ワンチャンね最近の通常ガチャゲンのキャラたちに負けちゃいそうな気がするんですよ。なのでまあアビリティをもう一個何か増やしてあげるだけでも全然いいので、ちょっと変化欲しいですね。あと SS が敵にバウンドするごとにまあ拡散弾出すんですけども、まあ最近ねそのバッハとかみたいに貫通する拡散弾が流行ってます。でロイズも同じこと言えるんですけど、昔のキャラたちは貫通しないので、重心化キャラたちのこの SS 持ってるキャラたちは全員貫通化させてもいいんじゃないかなと思ってます。バッハとかが強すぎる、そう考えたら。そうですね。そんな感じでございます。5体目はナナミ。重力バリア光属性キラーと、ブレス短距離拡散弾。で、こいつもあれです。触れた時吹っ飛ばす SS です。さすがに、ちょっと使いにくいです、このキャラは。まあ、友情、SS、アビリティ、どれもなんかいいんですけども、どれも微妙なんですよ。いいけど微妙。全く尖ってないし、なんか汎用性高そうに見えてるやつ、別にそうでもないので、どっかしらね超 AGB つけるのもいいし、さすがに微妙すぎる。まあ SS を書いてもいいしね、使えないですよねこれは。6体目はギムレットです。友情弱くない、アビリティ悪くない、そこまではいいんですよ。ただ SS がね…なんですよね。まあなんか足速いのにこの SS を持たせたのはさすがにちょっと相性悪すぎるかなと思います。せっかくのこの足の速さを活かせるような自強化SSとかね、弱点露出とか火力を伸ばせるような SS に変えてほしいですね。だったらもう宝来とかでも無双できると思うし、無双は SE かなまあ全然使えるようなキャラになると思うので、
うん、ちょっともったいなすぎるこの SS は変えてほしいですね。 SS に変化を求めます。7体目ジークフリート、ダメオワープドラゴンキラー、ツインワンウェイレーザーと貫通ホーミングと、まあ、SS がちょっとした位置に戻る SS ですね。うん、まあ、完全にこれツインワンウェイレーザー EL を潰されたんですよね。テキーラになってテキーラがツインバーティカルレーザー EL とかいうものを持ち出したんで、まあジークフリートは使いにくいよねっていう話になってきました。いよいよ強いんですよ。もちろん友情コンボめちゃくちゃ強いんですけども、まあこいつもツインバーティカルレーザー EL に仕上げてもいいんじゃないかなと思います。もうまあ SS は別にこのままでもいいかな。ツインバーティカルレーザー EL になればこの SS も別にどっから打とうが配置よかったらいいところに戻ってくるしいいっすよね。まああとノンノとかにも攻撃型で負けてますし、ツインバーティカルレーザーにしてほしいなと思います。8体目天国ウリエです。十分強いよ、十分強い、それは分かってます。強いけど、まあ、最近ね超 AGB とか超アンチダメージ王とかそっち系が流行っているので、若干ね若干出番が減ってきました。なのでどっちでもいいです。超 AGB でもいいし超アンチダメージ王でもいいし、どっちかに超をつけてほしいかなと思います。ワンチャン両方でもいいですけどねまあそれはちょっとやりすぎなんであれなんですけど、どっちかにつけてほしいかなと思っております。で友情コンボは、まあ、両方とも強いですけど、まあ、このアビリティだったらちょっと物足りない感最近出てきましたね。なのでどっちかに超つけてくれたらまだ最前線走れるんじゃないかなと思っております。9体目地獄ウリエル、このキャラは友情でダメージ稼げない分ね、飛行とか何かつけてほしいかなと思います。まあ、あと SS ですよね、まあ、最近メタトロンとかセッシュとか高倍率のこの SS 出てきたのでちょっとそこに負けてるんじゃないかなと感じてます。まあ、12ターンに打てるのは全然いいことなんですけども、まあ、24ターンにしてはちょっと火力不足なところあるし、そもそもこの SS 今需要あんのかっていうところなんですけどね。昔は HP が低い敵ばっかだったんであれなんですけど、少なくとも激究極とか超究極ではほぼ使えない SS になったんで、うん、何かしら変化を求めます。ラスト10体目ランスロット X、 この子もあれですよ、限定キャラですよ、うん、限定キャラで、まあ両僕的には全然これ性能好きなんですけども、まあ出番がそんなに最近ないかなと。まあ、単純にアンチ重力バリアしか持ってないのが弱点なんですけども、アンチアビを増やす、もしくはこの1段階目の SS を8ターンとかにしてくれたらね結構使いやすくなるんじゃないかなと思います。だったら2週に1回オールアンチになって貫通にもなるので全然いいんじゃないかなと思います。まあ、最近だったらアトランティスとかね4ターンで貫通変化プラスメテオを打てるみたいなことできてるんで、まあ、全然なくもないんじゃないかなと感じてます。8ターンとかだったらかなり使いやすくなりそう。ランスロット X は個人的に結構好きなんで情報修正してほしいですね。この子も限定キャラですよ。はい、まあ最近はね半年に1回ぐらいしか情報修正してない、半年に1回してたらいい方かなと思ってるんで、まあまだまだ希望は遠いんですけども期待したいかなと思っております。以上10体紹介いたしました。まあ皆さんもなんかよかったら、こいつ重心化じゃねえよ、こんなの重心化じゃねえよ、もっと変化つけろとかあったらコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローとインスタのフォローお待ちしております。それではバイバイ。